はい、いらっしゃいませ。あ、こんにちは。こんにちは。しめうさぎではす。い、どうもでございます。どうぞよろしくお願いいたしまよろしくす。お願いいたします。すいません。今回ちょっとタイトルをはい。つけていただきたいんですけども、はい。タイトルが、A 君はなぜ海外に逃亡したかっていうタイトルをつけてほしいんですけども。ああ、ついにそれを飾るわけですか。で、私の身の安全ももう確認できたので、あ、それ OK なの？もう OK なんです。で、これを言うんだったら、前の話がわからないと、ちょっとかいつまんで、そうですね。多分1分ぐらいでちょっとかいつまめると思いますので、深夜の神社で、牛の国参り中の女性に遭遇してしまいまして、で、私たちは車で逃げたものの、国参り中の女性が 50cc のバイクで追いかけてきて、最後はなんとか振り切ったものの、数日後、その女性は車のナンバーから運転手の A 君の勤務先を突き止めて、深夜の会社に現れたと。で、A 君をつけ習って、それに命の危機を感じた A 君は、最後は海外に逃亡してしまったっていう話だったんですよ、前回話しでたすのよが。ね。で、なぜこの話が語れるようになったかって言いますと、A 君が仕事の都合上、日本に来たんですよ。で、その連絡がありまして、あの時何が一体起きたのという話になりまして、切り出して、もしよかったら話してくれないって言ったところ、重い口を開いてくれまして、語ってくれたんですけども、では、その話を語らせてください。50cc の、バイクの女性から逃げ切って、2、3日は、A 君もビクビクしていたらしいんですね。で、2、3日して何事もなかったんで、もう大丈夫だろうと思っていたらしいんですけども、1週間ぐらい経った頃、その日は A 君が夜勤で工場内で作業していたら、同僚の B 君が A 君に、髪の毛が長い女性が A 君の車の前で、見つけた、見つけたって言って立ってるんだけど、何かあったの？と聞かれたそうなんです。で、で、A 君は、すいません そうなんですよ。何かあったの？って聞かれたそうなんですよ。その深夜の夜勤の仕事中に。で、A 君は B 君のその言葉を聞いて、作業の手を止めて、ドキドキしながら、工場の窓から自分の車が止まっている駐車場を、見たらしいんですよ、ドア越しに。そうしましたら、髪の毛の長い女性が A 君の車の横に膝を抱えて、で、工場の方を見上げていたそうなんですね、じーっと。で、A 君はそれを見て、全身鳥肌が立ってしまったそうで、で、このまま髪の長い女性が駐車場に居座ったとしたら、自分だけじゃなくて会社の人にも迷惑かけてしまうなと思ったらしいんですね。で、A 君は、上司、その日一番、会社にいた一番偉い上司に、これこれこういうわけでっていきさつを話して、そのやばい女が駐車場にいるから、警備会社に、ほら、会社が入っているので、警備員を呼んでほしいってお願いしたらしいんですよ。で、上司も上司で、事の成り行きを聞いて、それはまずいだろうと。もし社員にもし危害があったらっていうんで、その上司が警備員を呼んでくれたらしいんですね。警備会社に通報して。で、警備員が来てくれて、その警備員2人と、その髪の長い女性が接触して、初めは揉めていたみたいなんですが、最終的には警備員の人に説得されて、敷地の外へ出て行ったそうなんですね。で、これを
一部始終を見ていた C 君、うん、C 君、この C 君ですが、まあ、A 君にその遭遇するホタルがたくさん見れる場所を教えた先輩っていたじゃないですか、最初に多分話したと思うんですけども、うん、そこのなんていうの、国参り中の神社に行くように言った先輩っていたと思うんですけども、うん、その先輩だったんですね。でその先輩には、まあ、A 君が、まあ、国参り中の女性に遭遇して追いかけられていたことも全部話していたらしいんですよ、うん、でその一部始終を見たその C 君先輩が、うん、まあ、A 君のところに来て、まあ、仕事の場所まで分かってるんだったら、うん、もしかしたら、まあ、一人暮らしだったんですよ、 A 君、うん、一人暮らしでしてるアパートももしかしたら分かってるんじゃないのっていう話になりまして、だ、ね、そうだよね、だってその時まだナンバーから分かる時期でしょ。はいで、とりあえずお前もう遅いかもしれないけども車を買い替えてアパートももう引っ越した方がいいよと、うん、でも実家ももしかしたら分かってんじゃないのと、もしかしたら車のナンバーで見つけられるっていうけどそう簡単じゃないと、うん、もしかしたら更新所かなんか入ってるんじゃないかっていう話になりまして、ですよ、ちょっと待ってくださいね、はい、あのこれ昔の話ですから今の今起こってることじゃないからその今起こってることのようにリアクションするのやめてくださいねずーっとコメントしてる人がいるんですけど、ちょっと鬱陶しいんでこっちから NG 入れることもできないですけど、 いいんですけどあのこれ話昔の話ですから今結構前の話なんで、はい、でまあ実家にとりあえず行った方がいいと帰った方がいいっていう話になりまして、はい、まあそうだよなって話して、じゃあとりあえずもう仕事が終わって家に帰るわっていう話になって、まあ、A 君車に乗って、まあ、アパートまで帰ろうとしたんです。帰るそうなんですけども、はい、やっぱり駐車場にいたっていうこともあって自分のアパートにもいたら嫌だなっていうふうに思ったので、はい、まあ、1回目アパートの前を素通りしようと思ったらしいんですよ、直接行かないで、うんうんうん、で素通りして自分のアパートの方をチラ見したらいたんですよ、やっぱりその髪の長い女が立っているらしいんですね、まあ、それアパートの前で、まあ、まあね、まあそうでしょうね、はい、でやばいと思ってもうどうしようと思ったらしくって、とりあえずその C 君、まあ、先輩に速攻で電話したらしいんですよ、やっぱりいると、うん、いたと、うん、ね、どうすればいいって、でまあ親には迷惑かけられないからしばらくアパート越すまでは あのホテルかなんかに泊まるわっていう話だったらしいんですけども、はい、C 君がじゃあいいよって、俺も一人暮らしだからまあとりあえず俺ん家来いと、うん、俺ん家来い、とりあえずかくまってやるよって話になったらしいんですね、うん、でまあその C 君は A 君の実家も知っているらしいので、うん、まあ、C 君の車を実家までとか持ってってくれるって話をしたらしいんですよ、うん、で、まあ、そこで、まあ、車の解約手続きとか新しいアパートとか決めた方がいいっていう話になったらしいんですね、うんうん、で分かったって言って、まあ、C 君の、まあ、家でかくまってもらうことにしたんですけども、うん、3日後、A 君が会社終わって、まあ、C 君と一緒に帰ってきたら、うん、その髪の長い女性が C 君家の前で立ってるらしいんですよ。え、なんで？え、つけられたの？ここでちょっと前も言ったと思うんですけども、とりあえず探偵か何か更新所が入ってるんじゃねえかと。もうここまで次々と、うん、もう場所が分かるようにいるっていうのは相当やばいと、うん、でとりあえず俺も怖いと、 C 君先輩がそうね俺の身も怖いと、うん、だからとりあえず一回実家に帰って、まあ、親にそういうこと話して家族内で
話し合った方がいいんじゃねえかっていう話になったらしいんですよ。うん、で、分かった、じゃあ一旦実家に帰るわってね。まあその実家っていうのが同じ、まあ近い場所だったらしいんですよね。車で10分ぐらいの場所だったらしいんですよ。うん、まあ多分、まあ実家の方ももう割れてるだろうけど、とりあえず行って家族に全部話して対策練ろうと、まあ、家族も知ってた方がいいんじゃないかっていう話ですよ、何かあった時の対処として、うんうん、で、まあ、C 君に車で実家まで送ってもらって、で、まあ、ただいまって帰ったんですよ、うん、そしたら、向かいにアパートがあるんですね。その A 君家の実家の道を挟んだ相向かいにアパートがあるんですよ。で、まあ、帰ってきてお母さんが、あのね、あそこのアパートはあんまり人が住んでないんだけど、つい最近ねって、女の子が一人引っ越してきたのよ。うん、ええって言って、どんな女性って聞いたらしいんですよ。したら 50cc のバイクをいつも乗っていると、黒い髪のちょっとひょろっとした女性ねっていう話を聞いて、マジかと。俺を追うためにその実家の前のアパートまで引っ越してきたのかっていうふうに、もうA 君思ってしまって、マジ？もうほんとガクブル状態になったらしいんですよ。で、その女性なんだけどねって言って、まあ家族会議ですよ、本当に、うん、これこれこういうわけで、俺がその牛の国前中の女性に遭遇して、こういうふうに追いかけられて、今がこういう現状なんだって言って、うん、で、それを聞いた親たちも、そんなことが本当にあるのかっていう話になって、とりあえず、うん、自分の家も、とりあえず、なんて言うんだろう、セコムか何かを入れようって、警備の、そういう防犯カメラを入れて、うん、で、対処して、で、何かあったら困るからっていうんで、とりあえず今は何もないけど警察には一応行って報告しておこうっていう話になったらしいんですね、うん、まあ、要は一種のストーカー的なもんだから、うん、これでもし何本当に何殺されそうになったとしたら困ると、うんうんうん、そういう風になった時の、まあ、なった時じゃないと警察は動かないけども、そういう風にあるとすれば、とりあえず操作もしやすいでしょうっていう話になって、そうなったんですよ。そしたらやっぱりもう A 君は怖くなっちゃって、要は引きこもりみたいになっちゃったんですよ、本当に。もう外に出られないじゃないですか、まあ、そうですね、まあ、ノイローゼ気味になるかもしれないですね、はい、で、まあ、前の話でも言った通りに、はい、会社も辞めちゃって、うん、で、住んでいたアパートも全部引き払って実家にこもってたらしいんですけども、うん、それを見ていた両親が、まあ、それはまずいだろうと、いくらなんでもって言って、九州の方に、その A 君のお父さんのお兄さんが、商売仕事、会社を持っていて、そこでお前働けるからそこ行けって言われたそうなんですね、うんうん、でそこが、まあ、貿易関係の会社だったらしくって、うん、で、まあ、そこの九州に行って親戚のおじさんにそう話したら、うん、じゃあ日本にいるよりもとりあえず海外出張みたいなのもあるから、お前は専門にそっちに入れてやるから日本にあんまりいない方がいいっていう話になりまして、そんで、まあ、海外にこう行ってるうちに、そこで、まあ取引先の、まあ、結構お金持ちのお嬢さんとよくいい関係になって、うん、もう日本よりもこっちの方が安全だっていうことで、うん、そっちに行って結婚したっていう話なんですよ、うんうん、でそれは、まあ、ハッピーエンドで、ごだでこっちの、まあ、髪の長い女性のご実談になるんですけども、うん、やっぱりそういうふうにやってる間に彼女は最終的には A 君を、まあ、追えなくなってしまったと。そうだよね、まあ、うん、たどり着けなくなってしまいまして、うん、どうなってしまったかっていうと、まあ、ちょっと気が狂ってしまいまして、最後は、まあ、救急車に運ばれてどっかの病院に行ったっきり帰ってこないっていうお話なんですよ。なので、まあ、その親、その髪の長い女性の親とかも来て、まあ、そのアパートとかも全部引っ越したっていうか、もう
その女性が住んでないので引っ越したので、まあ安全だろうっていう話で、この話を今回させていただいたっていうことです。ということは、その実家とか、その実家の人たちがその光景を見ていたっていうことですか？ A 君の。そうです、そうです。だから A 君の親が、まあ、その髪の長い女性が目の前に住んでいるんで、うん、ちょっと気が触れるのもだんだん分かってくるじゃないですか。まあ、なんか多分ね、向こうがこう見ているわけです、多分その髪の長い女は。はい、実家の方とかっていうのに多分こっちに意識が向いてるから、実家の人たちも多分すぐ分かるんでしょうね。はい、うんうんうん、だからちょっと日に日におかしくなってる光景も見えてたんでしょうね。そう、最後はなんか包丁を持ったまま深夜徘徊したりとか始めたそうなんですよ。あ、もうよっぽどだね。じゃあもう探し求めて、どこじゃーみたいな、どこにいるんじゃーみたいな感じで叫びながら徘徊して、で警察の人もそれもまあ分かってたんで、最終的には取り押さえて救急車に乗って行って、身元が分かってんで、そこの親族が来てっていうような感じで、最後はアパートも払って全部丸く収まったっていう形なんですけど、いやー、 でもわー、でもうわ怖い怖いですよね人怖いですって。もうだから本当ね、A 君に謝ったんですが、私追いかけられたぐらいでろうそくがトラウマになったっていう騒いでたけど、うん、もう A 君に比べたらそんなね、追いかけたぐらいでろうそくトラウマになったっていうのを言っててごめんねって言っちゃって。そうだね、もうまあ A 君にとっちゃもう今どういう感じなのか分かんないけど、もう吹っ切れてた感じだったんですか？いや、日本の女性は怖いって言ってました。あ、まあまあそうでしょうね、もうそっちに、うん、行って、うん、もう今はね、うん、すごい幸せでしょうが、いやでも良かったでしょうね、その、まあ、そういうのがあったからって、なんかまあね、幸せになる権利はありますからね本当ですよね。でもいや、最後そのなんていうの、長い髪の女性となんていうの、もうと本当に離れられて、 A 君も良かったって言ってるし、私なんかも多分もう危害はないだろうって、まあ、私も分かったんで、もう本当になんて言うんだろう、もう何年前のその重いものがやっとこのなんかずっしりなんか肩の荷が下りたかなって、もう絶対もう大丈夫だって安全を、うん、まあ知ったわけですから。まあねふわー怖い、もう夜のなんかその神社だなんだにやっぱちょっと行くのは怖いっちゅうところは、そういうのもありますよね、うん、そうですね。だから本当神社自体も怖いですけど、もう人がそういう人を国参りしてる女性、まあ、男性でも人にも遭遇したらと思うとちょっとねねちょっとねもうだからそっちの方ですよね、こういう話を聞くと、うん、その霊云々とかっていうのではなく、もちろんそっちも怖いですよ、遭遇してしまったら、ね、見えたり襲われたりとか、なんか見えざるものにね、はい、でも、まあ、やっぱ実際見えてるもんですからね、しかも 50cc のバイクでまだって言いながら車に追いかけてくんだよ、車を 50cc のバイクでグワー言うて、で最終的に転げ落ちるっていうねそうです。でもね、かなたさんが、まあ、前回も言ってたけど、まあ、バイクですので遭遇したらもっとすごいことになりますよね、うん、私たち車でまだ良かったと思うんですよ、うんもしね、かなたさんがそういう人と遭遇してバイクとバイクってなったら本当危ないですよね。そうだよね、はい、うわ怖、もう終わってる話だからまだいいけど、現在進行形でこんな話皆さんしないでくださいね、ダメですよ、何が起こるか分かんないですからね。はい、もう私も終わったんで、もう大丈夫だろうと思って放送させていただいたので、はい
うん、まあ、その方もね、もう海外にいらっしゃるんでしょうから、もはい。うね、もう問題もないでしょうし。はい。もう日本にいるよりも海外にいる方が多いんで、いやー、でもはよかったですね。い。はい。ありがとうございます。どうもありがとうございました。はーい。はい。頑張ってくだはさーい、ありい。がとうございます。はい。失礼いたします。はい。